一度は行ってみたい宇宙旅行。空港から気軽に海外旅行に出かけるように、宇宙空港から気軽に宇宙へ旅行できる日はやってくるのでしょうか。今回は宇宙旅行を実現する軌道エレベーターについて詳しく紹介します。宇宙旅行の最大の課題は何でしょうか。空気がないこと、寒いこと、それとも X 線などの電磁波でしょうか。細かい課題を挙げればたくさん出てきますが、それは大した問題ではありません。これらの課題は現在の技術でも解決できるためです。宇宙旅行最大の障壁、それは宇宙へ行くためのエネルギーです。スペースデブリの動画で紹介した通り、宇宙へ行く原理自体は簡単です。野球ボールを投げるとき、近くに着地させるなら軽く、遠くまで飛ばしたいときは強く投げます。強く投げれば投げるほどボールは遠くまで飛びます。投げるボールの強さを言い換えれば、それはボールのスピードであり、ボールを速く投げれば投げるほど遠くまで飛ばすことができます。ボールの速さをどんどん速くしていくと、最終的にボールは地球をぐるりと一周するほど遠くに飛びます。ちょうどボールが地球一周できる速度、これが第一宇宙速度といい、その速さは秒速約 7.9km です。真上に向かって宇宙に飛び出してもすぐに落下してしまいますが、地球を周回する軌道で第一宇宙速度を出せば宇宙旅行を楽しめます。このように宇宙へ行く原理自体は簡単ですが、実現は難しくなります。現在宇宙に物を送るとき、ロケットを使います。ロケットには大量の燃料に加え、燃料を燃やすための酸素を搭載。大量の燃料と燃料を燃焼させる酸素を搭載し、それを燃焼させて推進力を得ています。搭載する物資が多いほど、たくさんの燃料、酸素を多く搭載する必要があります。ロケットをどんどん巨大にしていくと、燃料を運ぶための燃料自体も必要になり、宇宙へ送り込む重量が増えれば増えるほど、ロケット自体の重さはさらに重くなっていくのです。これらを総合的に考えた場合、地球に存在する石油や石炭、ウランなどあらゆる資源を集め、最高の燃焼効率で利用した時に宇宙に送れる物資の量、それはたったのエベレスト山一つ分。エベレスト山を一つ宇宙に打ち上げたら、全地球資源は終了です。宇宙に物を送るには、このように莫大なエネルギーが必要であり、大量の資源が必要なのです。現在宇宙へ 1kg の物資を送るのに約200万円必要です。 60kg の人間なら1億2000万円、非常に高額です。これを前向きに見るならば、必要なエネルギーを減らせば宇宙開発のコストを下げられます。そしてこれを実現するのが軌道エレベーターです。軌道エレベーターの仕組みを見ていきます。ご存知の通り、軌道エレベーターは地上と宇宙をケーブルで結び、このケーブルをエレベーターのように上り下りします。必要なモジュールは4つ、地上の基地局、ケーブル、宇宙の基地局、そして移動するカゴです。地上の基地局は海上か陸上に設置します。地球上でたった一つの宇宙へ向かう宇宙空港は、特定の国ではなく国際海域に建設するのが最善です。世界中の人たちが宇宙空港に集まります。軌道エレベーターのケーブルは非常に長くなります。地球の遠心力を利用するために、ケーブルの長さは最低でも静止衛星と同じ 36,000km 以上は必要です。軌道エレベーターが長くなれば長くなるほど、利用目的は多彩になります。最低限の 36,000km にした場合、地球の重力を振り切る第二宇宙速度には達しないため、他の惑星に行くにはさらに加速が必要です。よってハブ空港のように他の惑星へ向かう巨大な中継基地局になります。ケーブルの長さを 53,000km ほどにした場合、こちらも第二宇宙速度には達しませんが、月へ向かう速度には十分です。ケーブルの長さを約15万キロメートルにした場合、宇宙基地の速度は第二宇宙速度を上回ります。よって火星や土星など他の惑星に移動する基地局として便利になります。ケーブルが長いほど軌道エレベーターのメリットが大きくなるのです。
一方、ケーブルが長いほど軌道エレベーターの実現は難しくなります。軌道エレベーターのケーブルの長さは最低でも 36,000km。 地球一周ほどの長さのケーブルを垂直に設置するため、ケーブル自体の重さを支える強度が必要です。必要な引っ張り強度は 100GPa 以上。電線など一般的なケーブルの引っ張り強度が 0.3GPa。 カーボンファイバー、ケブラーなど最新の繊維素材が 4GPa。 全く足りていません。現在候補になっている素材はカーボンナノチューブ。引っ張り強度は 60GPa ほどで、まだ強度は足りませんが実現性が高くなっています。またカーボンナノチューブとは別の特性を持つダイヤモンドナノスレッド素材も研究されています。ケーブルを移動するカゴ、エレベーター本体はどうでしょうか。軌道エレベーターという名前がついていますが、高層ビルに設置されているエレベーターと同じ原理では実現不可能。さまざまな原理が考案されていますが、最も実現性が高いのが、ケーブルの断面を円ではなく長方形、要するに平べったいケーブルにします。平たいケーブルを2つのローラーで挟み込み、カゴを移動する方式が最有力候補です。エレベーターの速度はどのくらいが良いでしょうか。地球から静止軌道までの距離は 36,000km。 最新の新幹線と同じ速度で向かったとしても丸5日かかります。移動時間短縮のために速度を速くしたくなりますが、現在の技術では時速 300km 前後が限界です。理由は軌道エレベーターの原理そのものにあります。軌道エレベーターの先、宇宙側の基地局は地球の自転と同期しています。よって高度が高くなればなるほど、その地点の動きはより速くなり、地球の自転方向へ加速されることになります。これによってケーブルは地球の自転方向と反対方向に引っ張られ、今度は反動で地球の自転方向へしなります。要するにエレベーターのカゴが動くとケーブルが振動してしまうのです。カゴの上昇速度を速くすれば速くするほど、ケーブルはより引っ張られ、それが原因で発生する振動も大きくなります。エレベーターの移動速度にはケーブルの振動と関係し、限界があるというわけです。移動するカゴにはもう一つの課題があります。それは移動させるためのエネルギー。カゴを移動させるにはカゴにエネルギーを供給し続けなくてはなりません。現在考えられている有力な方法は2つ。一つはレーザーをカゴに照射し、レーザーを動力に変換して動かす方法。もう一つは2本目のケーブルを用意し、電力を供給する方法です。軌道エレベーター最後の構造物は宇宙基地。宇宙空間に巨大な安定した構造物が必要です。現在その候補はいくつかあり、宇宙の小惑星を利用する方法、宇宙ステーションを利用する方法、ケーブルを長くし、ケーブル自体の重さを利用する方法など様々考案されています。原理は非常にシンプルですが、軌道エレベーターは安全な移動方法なのでしょうか。安全上の課題はいくつもあります。一つはケーブルの破断。宇宙でケーブルが切断された場合、 36,000km 分のケーブルが地球に落下してきます。陸上に落下すれば重大な事故につながります。また宇宙と地上がケーブルでつながっているため、航空機はケーブルを避けるように飛行する必要があります。宇宙も同様です。人工衛星のほとんどは軌道エレベーターの宇宙基地よりも低軌道を周回しているため、ケーブルを避ける必要があります。ケーブル以外にも安全上の問題があります。地上基地から宇宙基地まで必要な時間は約5日間。その間に有害な宇宙の放射線にさらされます。放射線から守るためにカゴにシールドを設置するとカゴが重くなり、運用に支障をきたします。また建設予算を見ても問題です。軌道エレベーター建設に必要な予算は6兆円から10兆円。現在世界中の国が協力する核融合炉の建設費用は2兆円。軌道エレベーター建設には莫大な費用が必要です。多額の費用をかけて建設するメリットは果たしてあるのでしょうか。冒頭紹介した通り、地球の資源をエネルギーに変えて宇宙に物資を送る方法は 1kg で200万円以上。一方宇宙エレベーターならば3万円程度。
初期投資は高額ですが、使えば使うほど単価が下がり、試算によると数年でロケットによる宇宙開発コストより安くなります。またロケットのように燃料を運ぶために余分な燃料を搭載するというような無駄なエネルギーを節約できるため、エベレスト山を宇宙に運んで地球資源が終了するということもなくなります。1903年、ライト兄弟が世界初の動力飛行を成功させ、旅客機が誕生します。旅客機誕生間もなく、空の旅は政府の要人か一部の冒険心あふれる大富豪しか乗ることができない高価な乗り物でした。時が経ち現在、航空機のコスト低下によって誰でも海外旅行に行けるほど飛行機は身近な乗り物となりました。一方、ロケットは飛行機のような身近な存在にならない可能性があります。いくら技術が向上し、ロケットの製造コストが下がり、燃焼効率を上げ、燃費が良くなったとしても、地球から宇宙に行くためのエネルギーは莫大であり、大量の資源を燃やします。ロケットという技術を利用する以上、気軽に宇宙旅行は楽しめないかもしれません。軌道エレベーターはロケットよりもはるかに少ないエネルギーで地球と宇宙の往復を実現します。実現不可能と言われた有人飛行を実現し、空を身近なものにした人類は、軌道エレベーターを実現し、宇宙旅行が日常となる日はそう遠くはなさそうです。日本科学情報の保護証語です。今回の動画が面白いと思ったら、いいねボタンとコメントをお待ちしています。公平にするために返信は一切していませんが、いただいたコメントは一つ残らず拝見し、応援コメントに励まされ、動画の間違いコメントでしっかりと勉強させていただいています。できるだけ詳しい情報を分かりやすく伝えるために、一つの動画に2週間以上、長いものでは1ヶ月以上の時間をかけ制作しています。日本科学情報はメンバーシップを始めました。登録期間に応じてバッジがグレードアップしていきます。お疲れ様のコーヒー1杯分で応援していただけるととても嬉しいです。メンバーになるボタンや概要欄のリンクからバッジの種類だけでも見てみてください。日本科学情報保護証語、いつもありがとうございます。